えー、こんにちはさんえ考えてみるといろんな人類の時期に革命ってのがありました食糧難にあえぐそんなね、えー、2,000年前3,000年前には農耕革命ってのが起きてまあ人はですねその食糧を備蓄できるようになったわけですよね、まあ、それまでは食糧っていうのは木の実もあるんですけども動物たちを追っていって で狩りをしてでで、すねで、木の実とか動物がいなくなったら次の土地に移動していくっていうことを繰り返していって移動した先でいろいろと狩りをしている間に今度元々いたところの動物たちが戻ってきたりとか植物がまた復活してきてまた戻っていくみたいなねなんか渡り鳥みたいに人類は地球上いろいろうろうろしていたのかなと思いますよね <laughs> でも18世紀に産業革命が進んでうん産業革命の何がいいかっていうと ある特定の地域にあるものを別のところに移動する距離が縮まったってことなんですよね、まあ。つまり蒸気機関の発達によって大陸を越えてもう物とか人を移動することができるようになったんですよね。まあその裏ではドリエ貿易みたいなねちょっと暗い歴史もあったわけなんですけども。で、ここ20年30年で起きたその情報革命っていうのが第三の波っていうふうに言われてますけどもその情報革命によって知ることによって解決できる問題っていうのが まあだいいぶ出てきたんんじゃないかなかと思うんですよ昔人は無知がゆえに、ー、誤った判断をしたりとかしてはいけないような行動をしてしまったまた知らなかったあーからあー絶望したりとかもあったんですけども今は、まあ、いろんなトラブルがねその情報によって解決できるってことが分かって A というトラブルには B という対処法 C というトラブルには D という対処法っていうふうに私たちは情報を共有することによってね ある特定の人しかできなかった解決を普通の人でもできるようになったってことかなと思うんですよ。まあ、例えばお金を稼ぐ方法なんですけども、まあ、以前はね、相当カリスマがあって、もともと資産家で、スタートラインがきちんとお金を儲けに適しているところに立っている人が、まあ、お金儲けがさらにできたっていう状況だったと思うんですけども、今は普通の人がね、情報を集めて、最適なルートを最初っから選択して、そこに全力で向かっていくとかね。 あとは、誰もが知らない情報をいち早く掴むことによって、情報の発信者、インフルエンサーになって、信頼を集めて、そして、グループを作っていく、コミュニティを作っていくってこともできるようになりました。まあ、普通の人が情報によって特別な人になれる時代が今なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、YouTube もその一つでですね、やっぱさすがに自分のお気に入りの YouTube チャンネルをずっと見てると、そこに出てくる人に、まあ、一種のね、憧れとか信頼を抱くようになるんですよね。 ナミ、まあ、さんもその一人だと思うんですけどもやっぱナミさんが放送を繰り返すことによってあそんなことがあったんだっていうふうに気がついてじゃあ次もナミさんの動画を見たら気がつくことがあるかもしれないチャンネル登録しようっていうふうにチャンネル登録っていうのは多分ね次の放送への期待だと思うんですよねまあそういう意味で言うと YouTube っていうのは非常に自分を客観的に評価してくれるまあ、そういったバロメーターにもなるのかなと思うんですよで今回ね堀江貴文さんの書籍をナミさんが紹介してくださいましたけども あ、ナミさんってこういう本を読みたいんだあ読んでるんだとかねこういう本を広めたいんだっていうふうなナミさんの気持ちもなんかねこう見えてくるっていう形でさらにいい関係が視聴者さんとできるんじゃないかなと思いましたで情報発信がねまだ積極的にできてない方にちょっと申し上げたいんですけどもあなたの情報により救われる人が必ずいるんですよだから情報発信しないってことは言い過ぎでなければね困った人を見殺しにしてると言えるかもしれません やっぱどんな人でも人から相談事を持ちかけられたら広告をしたらいいんじゃないっていう風にアドバイスとかねすると思うんですよ相談に乗ってあげると思うんですよじゃあその相談に乗ってあげる答えアドバイスをインターネット上したらどうですかっていうのがまあ私のやり方ではあるんですけどもねヤフー知恵袋には日々新しい悩み相談が寄せられてますしそこに20304050に回答する方がいらっしゃいますねだからすでにねもう自分の頭で考えることも大事なんですけども 人の頭によって解決してもらうってことも今できるんですよね。ちなみにですね、インターネット全盛の時代ですけども、インターネットを全く使わずに自分の頭で考えるってことも大切なんですよ。つまりは瞬間的に答えに結びつく、そういったね、検索機能っていうのを使わずに、自分の脳がね、どういうふうに問題を捉えているかっていうふうな、そんなトレーニングも時に必要なんですよね。まあ、例えば有名な問題でこういうのがあります。 日本には電信柱が何本ありますかっていう質問なんですよ。ねこれどうですかね答えれますかねえこの答えっていうのは実はすごく単純でですね。まあ、日本には、あの、家っていうものがね、だいたい3000個ぐらいあるって言われてるんですよ。3000万個か。3000万個家が建ってるって言われてるんですよ。3000万件ですよね。で、電柱って何のためにあるかっていうと、電気を引っ張ってそれをね、分岐したり延長したりするためなんですよ。 電線の分岐延長です、まあ、例えば 100V の電源がビューッときて家がこう2軒にあったらこっちに 100V こっちに 100V っていうふうにね分けていく感じになりますよね電線をそのために電柱が必要になってきますじゃあ電柱の数が何本いるかっていうと大体ねあのさっき申し上げた3,000万個の家と同じ分くらいあるんですよねでそこに対して発電所から各家庭に持ってくるための送電網っていうものあります で、逆にですね、集合住宅みたいな、一つのマンションに30人、40人、30件、40件住んでる、そんなところもあって、1本で住むところもあるんですよね。30件、40件分が1本。で、そういうのを差し引いていくと、結局、3000万本くらい電柱が立ってるんではなかろうかというふうな、あまあ、割とね、あの、アバウトな予測が立つんですよ。もちろん、 この数字正確ではないと思いますし日本に電柱が何本ありますかっていうのはもともと知ってるような人でもなければ答えられないと思うんですよただ知らなくても手がかりがなくても今までの考え方を総動員してこうなんじゃないかなっていうような仮説をいくつか立てることができると思うんですよね多分それがこれから人との差をつけると思います仮説を立てれるかその仮説にちゃんとねストーリーが作れるかあ根拠となる断片的な数字はどのぐらい入っているか ここういったことですよねもちろん日本には家が何軒あるでしょうみたいなね、えー、こういう答えが知らなければその時初めて検索ってものはいると思いますけどね、うん、だからこういうふうに検索の仕方が自分の考え方を補完するものなのかそれとも自分の考え全くいらないから答えだけ取り出したらいいんだっていうふうになっていくのかこれがすやっぱり肝心なのは自分の頭脳がどのぐらい高まっているかとかね臨機応変な。 対応がどののくらいできるかかってことなのかもしれませんね、まあ、そうすると今回の堀江隆史さんの方も読んで「なるほど」というふうに結論にたどり着いてああよかったって思う人と堀江隆史さんの考えている結論が一体どういうふうな考え方の集合体によってできているのかっていうことを今度ね分解して展開していくようなそんな楽しみ方もできるんじゃないかなと思ってるんですねいやー本当に書籍って面白いもんですねそれではまたナミさんお会いしましょう